今回は現在東京富士美術館で開催されている絵画のドレス、ドレスの絵画展を紹介していきます。この展覧会は東京で2021年2月13日土曜日から2021年5月9日日曜日まで開催される予定です。絵画の中に没入するかのような新感覚の体験を、そんなコンセプトで始まったのが日本でファッションをテーマにした初めての公立美術館である神戸ファッション美術館です。今回東京富士美術館と神戸ファッション美術館がタッグを組み、東京富士美術館の絵画や写真の中に登場する人物が身につけている衣装に着目しながら、神戸ファッション美術館主導の同時代の服飾作品を合わせて展示しています。今回東京富士美術館ではヴァンダイクなどのバロック絵画、バトーやラルジリエリといったロココ絵画、マリー・アントワネットやナポレオン一世の肖像をはじめとする19世紀の新古典主義の絵画、マネやルノワール、モリゾなどの19世紀後半の印象派の絵画、そしてモディリアーニやウォーホルら20世紀の絵画を衣装という視点から楽しむことができます。一方、服飾作品からは18世紀のファッションを代表する華やかなドレス、ローブ・ア・ラ・フランセイスを筆頭に多彩なスタイルのドレスを紹介しています。さらに20世紀のファッションからはポール・ポワレのイブニングドレス、ガブリエル・シャネルのデイスーツ、そしてクリスチャン・ディオールのボールガルなどを紹介します。華やかなファッションと美術作品の共演を通して西洋におけるファッションの変遷をぜひその肌で感じてみてください。今回は絵画のドレス、ドレスの絵画展を紹介しました。次回はあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた次回の動画で。